父、子、精霊、唯一の神の御名において、アーメン。日本政府にとって、まずはじめに、すべての創造物の救い主であり創造者であるアブラハムの三位一体の漁名、において、敬意を表してご挨拶を申し上げます。一世界の最先端の先進国である日本の政府と国民の皆様へ、 にこの名誉ある日本政権議会の議員たち。三日本の衆議院名誉議員。四国の名誉ある大統領及び副大統領、議長、治安当局及び国防当局者、特に様。ざまな情報及び治安当局、組織の皆様、私たちに関する状況と私たちからのメッセージ。字をよく知っているすべての皆様へ。 始まりから現在まで。五様々な部門の官庁、省庁、州知事、州議会議員、市長。六あらゆる公共サービスの職員。七最後に、この国の国民の皆様へ。手を差し伸べて。手を差し伸べて。手を差し伸べて。に、詩援九十分の八十九。神が立ち上がって、 神の敵が散らされ、神を憎む者たちが神の前から逃げますように、煙のように飛び散る。牢が火の前で溶けるように、悪者を神の御前から追い出しなさい。そして義人は喜びましょう。ラビデの詩編68分の67。あまり意味のないこの手紙の書き方は、私たちの宛先によって推測されています。 手紙の主なテーマは、あなたの国、あなたの政府、あなたの国民、あなたの宗教団体、あなたの国全体社会生活、あなたの産業、あなたの土地全体についてです。あなたの存在全体において、あなたの運命に訪れた存在の不在、創造主の決定、そして、 あなたがこれまで見たことのない最悪の怒りの行動が、それがやってきた、とるにたら。ない、時代遅れの兆候として受け取った場合、あなたの前に、人類の歴史が、一掃され。災難が、地球から、完璧に、あなたを滅ぼす行為が、知り、理解するために、切った それはあなたに知らせるメッセージ番号付きの手紙です。それがどのような形や実質であっても、あなたには自分が信じている、信じている神が、いると思います。確かに、あなたが誰を信じているか、あなたの神であるか、どんなな、前をつけているかに関係なく、あなたがいつも何をしているか、あなたの毎日の行動、 行動が知られているなら、私たちがあなたに伝えるのは良い,いことです。闇の支配者であるあなたの神は悪魔です。基本的に、あなたに送られたこの手紙の趣旨は、信仰の性質について教えたり、アドバ、イスしたりすることではありません。その代わりに、聞いてください、目覚めなさい。誇りに満ちて、 あなたがそれを否定しないように悪魔に支えられ、あなたが祈りたく、なかったものを18年間立ち止まることなく、私たちは神からあなたに届けてきました。あなたの演説、メディアであらゆる可能な方法で、あなたの目で、あなたの耳で、あなたが聞き、見ることができるように、 あなたに語られたメッセージを、あなたの、判断、判断のために、あなたは自分の最悪の罪を知らされました。あなたの最悪の罪を、3、詳細かつ明確に、この18年間に、伝えられたメッセージを通じて、アダムの子孫全員、が、神の前で自分がどのような姿をしているのか、どこで計り量され、 どこで罪を負ったのかを知り、想像しました。私たちは彼が知り、悔い改めるように、多くの言語で説明し、進め、警告してきました。神の前で自分の体重を測ってください。自分の体重を測ってください。あなたが臨在する,ることでどんな裁きが下されるのか、一節から十節までのメッセージ。 また手紙、多くの、刑事、そして私たちがあなたに与えた教えの中で、私たちは必要なことをすべて伝えて、きました。あなたに聞いてほしいメッセージ、証拠としてほしい場合は、今日、送信、やルメディア、ネトルグラム、ビジョンジョン20チャンネルで音声とテキストで見つけることが、できます。 私たちが崇拝する神は誰なのか、あなたに裁きをもたらした神は誰なのか、皆さんがこん、乱しないようにしてください。そうすれば、あなたは神の言葉から神を理解し、神がど、のような神であるかを知ることができます。私たちは、彼が何を求めていたのか、イザヤ書の予言の第81章聖なるの言葉、第、 40章6節から31節までを説明したら良いのではないかと考えました。叫ぶ誰かの言葉。何と呼べばいいでしょうか私は言いました。すべての肉は草であり。その栄光はすべて砂漠の花のようです。神の息が吹くので、草は枯れ、花は枯れます。まさに、人は草である。草は枯れ、 花は枯れますが、私たちの神の言葉は永遠に残り。います。高い山へ、大潮よ、あなたにいい知らせを伝えてください。おお、いいち。ラセを伝えるエルサレムよ、力強く声を上げよ。立ち上がれ、恐れるなこれが恐れる。ことのない私たちの声だ、そしてユダの町々に、見よ、あなたの神よ。 教えて。みよ、主なる神は力ある者として来られ、その腕が彼のために支配される。みよ、彼の、代償は彼のそばにあり、彼の報酬は彼の前にある。四、彼は羊飼いのように羊の群れに餌を与え、小羊を腕に集めて脇に抱え、乳搾りをする人、たちを優しく導きます。 誰が拳で水を測り、物差しで天を測り、天秤で血の塵を集め、天秤で山を、天秤で丘の重さを測っただろうか。神の御霊に命令したのは誰ですかあ。るいは相談者として教えたのは誰ですかあるいは誰に相談したのでしょうかそれと、もう誰が彼にアドバイスしたのですか 誰が彼に裁き法を教えたのでしょうか誰が彼に知識を教えましたか誰が彼に理解の道を示したのでしょうかみよ、違法人は国粒の一雫のようなものであり、天秤では一粒の塵のように数えられる。みよ、彼は島々を計、異鋳物として立ち上げるだろう。 レバノンは重荷を負う毛玉にはふさわしくない。すべての国々はあたかも神の前に存在し、ていないかのようです。彼はそれらを無価値で無価値であると考えています。それで、神は誰だと思いますかあるいは、どのような例だと思いますかそして職人は彫像を作り、鍛冶屋はそれに金をかぶせ、 その上に銀の鎖を鋳造した。この贈り物を、買うのに十分なお金がない貧しい人は、切らない木を選びます。そして、画像が揺れな。異様にするには、賢い作業員が必要です。知らないのそれとも聞いていないのですか。か昔から話し合ってたんじゃないの それとも地球の始まりから気づかなかったので。しようか彼は地球の縁の上に座し、その中に住む人々は稲子のようになるでしょう。天をカーテンのように広げるものとして彼らが住むために天幕を張られ、支配者たちを、あたかもそうでないかのようにし、地の裁判官たちを無に等しいものとするのは神である。それらが植えられ、主をまかれ、 地面の下に移動するとすぐに、彼はすぐにそれらを吹き飛ばしました。そしてそれらは乾燥し、そして嵐がそれらを目のように押し流しました。私は誰と同等であるべきだと思いますかと聖人は言います。目を上げてみてく。ださい。これらを作成したのは誰ですか 彼は彼らの軍隊に番号をつけ、彼ら全員をな、前で呼びます。豊かな力と判断力の強さで一人も失うことはない。ヤコブよ、イスラエルよ、なぜあなたはこう言うのですか私の道は神から隠されてお。り、私の裁きは私の神を超えています。なぜそんなことを言うのですか知らないの 聞こえませんでしたか神は永遠です。神は血の果ての創造者です。彼は疲れることがな。語を、く、おお疲れることもなく、理解力が試されることもありません。神は弱い者に力を与え、弱い者にさらに強さを与えます。しかし、神を信頼する人は力を新たにします。彼らは、 わしのような翼を持って上昇します。彼らは走っても疲れません。彼らは歩いても疲れません。それで、あなたは私たちの神があなたに言われていることを聞いたのですね。し。かし、あなたには答えがありません。あなたはそれを否定し、無視するので、その判断を受け入れます。 あなたが信頼するものすべてがあなたのもとに届きますように。今日、私たちの世界とその中のアダムの種は、1998年11月7日に発せられた最初の目。政治に18年間耳を傾けなかったために存在しました。神の怒りの行動は、印。るし。そしておそらくあなたが残念なことに悔い改めのために、 段階的に行動を起こしてき、ました。私の言うことが聞こえませんでした。あなたは聞く耳を持たないので、メセ。字によると、あなたは一連の裁きに基づいて神によって裁かれているので、たとえ神の裁きと処刑を止めないと考えて、様々な防衛手段を講じてきました。これまで見えてきました。 今日でも、様々な方法で、科学で、資金の量で、様々なプロパガン。だの手法で、あなた方はアダムの種族を変し変し、ここに到達しました。私の国の人、踊り字を含む世界中のすべての人々があなたのプロパガンダと希望に耳を傾けており、アナ、谷恋をし、信じて消えています。 悔い改めメッセージの表現によると、彼は神のとこ、炉にいらず、戻ることを好まなかったために、深刻な疫病によって滅ぼされるでしょう。流されてしまいます。今日まで、多くのメッセージ、手紙、宣言が、人々に聞かれないようにアダムの種族前、体に伝えられてきました。しかし、何事にも終わりがあり、 嘲笑され嘲笑されながら生。生生きることは不可能です。終わりの時が来ました。今までのように悪魔への軽蔑、傲慢、裏切り、信頼を続ける子。とはできませんが、土地は神のお金です。私たちは、あなたが信頼する悪魔、かつての、ヘベ。 ドラゴンが全人類の所有者ではないことを知っていただくために、手書きの手紙で、あなたの政府と国民に直接知らせるよう命令を受けました。それは、あなたが土地にて、重することがあなたにとって重要であることを知り、知るためです。聞こえるか聞こえ。ローク。ないかは私たちの責任ではなく、あなたの責任です。 この書簡はすべての政府が国民か、ら直接受け取ることを目的としていることに注意してください。この手紙は、あなたに、送付された時と同様に、すべてのメディアにも配布されます。神からの命令は秘密の、裁きではなく、公の裁きです。従って、すべてはアダムの子孫に知らされなければ、ならず、 あなたの行動、歓迎、軽蔑、そして誇りは、それを聞きたいすべての人にこうに、明らかにされるでしょう。彼女は多くの人から、悔い改めて判決の罰から逃れるように忠告された。あなたはそれ、お聞きたくなかったので、ここにあなたの判断があります。あなたが信じ、抱いてきた。 多くの誤った信念はすべて、あなたの父親である悪魔が作り出したものです。神が全世界で確立された信仰はただ一つだけであり、私たちはそれに信頼して生きる子。とができます。それがエチオピア正教の信仰です。彼女の外には何千もの信念がありま。すが、それらはすべて嘘であり、悪魔の創造物です。 あなたはこれらの誤った信念を信じているため、すべてを破壊しました。確かに、あなたが真実を求めていたなら、信仰。中の世界危機と苦しみから学んだでしょう。あなたは、18年間にわたって送られてきた。メッセージを聞いたり聞いたりするのが好きではありませんでしたが、それはあなたが、今日見たもの、 明日、そして将来何に直面するかを示しています。実際、あなたはこの真実を聞かれないように一生懸命隠そうとしました。あなたは神の使者と神の民全体を滅ぼすために多大な破壊を行いました。神の僕たちを通して伝えられたエチオピアの世界の光のメッセージを無視するとしても、 あなたはそれを聞き、見たいと思うでしょ。う。うあなたがただそこに立っていたのはいいことですが、あなたがしたことは非常に悪。いいものでした。これが真の統一正教信仰であり、あなたの指導の下、すべての国のすべ。手の信仰機関が一つの考えに同意し、運動を開始しました。あなたはまだ殲滅作戦中で、 エチオピアの世界光メッセージの到着を聞いて以来、あなたは最悪のキャンペーンを開始しましたが、エチオピアの人々、特に団結したアムハラの人々に唾を突きかけるという人類の歴史の中で見たことのない不正を犯しました。そして、あなた方の先祖から始まり、 何百年も真理を守り続けてきた彼らの国と信仰を愛していました。さらに割る。七。いいことに、あなた方は我が国のエージェントを通じて直接的及び間接的に絶滅作戦を実行しています。あなたの行動を通して、あなたは多くの神の民の血を流してきました。今日もそれを注ぎ続けていますね。 あなた方は、公言するカトリック、プロテスタン、との信念に関する偽りの聖書に導かれ、真実を総理こるために多大な破壊を言って、来ました。あなたは自国民に対してひどい不当なことを行いました。真実に行為、創造、主を否定し、同性愛者、レズビアン、悪魔の名を崇拝し、 唯物論を崇拝し、狂人、自分の心を働かず、チップを搭載した機械に支えられ、不倫し、道を失った。あなた方は傲慢で地に植えた悪魔崇拝者の世代を生み出しました。あなたは宗教指導者、同性愛者、政治的関係を持つビジネスマン、秘密の悪魔崇拝者、 悪魔の地勢納税者、そしてこの世の知識をすべて完全に信頼できるものにしました。たとえそれが真実でなかったとしても、イスラエル人の物語を思い出すために私が持ち歩いている聖書は、神がエジプトの地でイスラエル人を奴隷状態から救い出すために何をしたのか、どのようにしてイスラエル人を救い、 滅ぼしたのかを証言するものであり、あなたの手の中にあります。彼はどれほど多くの王国を考え、彼らを約束の地場所から救い出したことでしょう。あなたは今日も目撃しています。あなたが大意なる破壊によって破壊される前に、成就と破壊に進む前に、一十からのメッセージであなたの性質、 行動、破壊について説明する必要はありません。私たちは政府がこのことを知らないとは思っていません。あなたもよくご存知ですが、私たちが知らない人々にそ、レを押し付けているからです。これは私たちのアドバイスを聞きたいと願う人々に思い出させるためだけです。エチオピアの世界の光のメッセージから あなたの裁きと絶滅の理由をすべて見つけることができます。しかし、私たちは18年間、メッセージが公開されるたびに、我が国の大使館に信頼の手紙を送り続けてきました。証拠はあります。あなたが逮捕された後、聞く耳を持たずにこの地から一掃される前に、もしかしたら脱。 で方法が見つかるかもしれません。個人として、コミュニティとして、組織として、政府として、宗教団体として、すべての国民に真実を知らせてください。そして、最善の方法を求めるのであれば、神のお手、八の中に身を置くことをお勧めします。私たちはあなたにアドバイスし、 進めることに飽き、着ることはありません。私たちはいつも、悔い改めて神の手に落ちることが最善である。とアドバイスし、言います。しかし、私たちに一つだけ確信があるのは、異端者とかと、リック教徒です。精霊を冒涜する者、神の教えに従わない者、未改心ゆえに神のすべて、 の真理を大胆に拒否する者は救われず、裁きの対象となります。これとは別に、あなたがこれまで慣れ親しんできたように、反逆、軽蔑、軽蔑、傲慢、罪、悪魔への信頼問い、うみちを耐え忍んできたように、もしあなたが私たちが続けるというなら、もしあなたが、象徴となるのを助けないなら、 あなたがこれまで見てきた世界のすべての苦しみの中で、来たるべき滅びはその範囲、その幅、その重さ、その深さ、その強さを7倍にし、穴。他の誇りは増大するでしょう。来たるは7倍7倍になるでしょうあなたがウェブからし、視。L まで、あらゆる種類の疫病と火事があなたを襲うでしょう。いいえ。 私たちが滅びるなら、神が私たちに望んでおられることをする方が、私たちにとっていいことです。選択はあなたの手の中にあります。しかし、私たちはあなたがそうするだろうとは信じていませんし、期待もしていません。だって、あなたは完全に従順な悪魔の僕なので、すから、いずれにせよ、 私たちが持っている条件についてお知らせしたいと思います。苦情を称。血取るためには注意が必要だから。1まずは18年間伝え続けてきた1から10までのメッセージを見て成長してください。期。社のすべての報道出版物において、一言も漏らすことなく、追加することなく、改善す。ることなく、 それを十分に理解できるまで講習に伝えることが主な任務です。にこの手紙でお知らせしたいことがあります。い、ええ、ブレ私たちの恐ろしい理解私たちの名前6月の雪のない状況アワーエチオーピアの世界リストを知っています私たちは3位一体という名前を獲得しています。 B. エチオピアはその信仰統一された政党信仰によって神の前で栄光を受けたため、全世界を征服しました。その結果、全世界、勝利したテワヘド聖教とエチオピアが捕虜と、9、なった。決定は神のものです。信念と行動を持たず、自然、知識、お金、富、そして自、 自分のエネルギーを信じている人たちにとって、これは音に話以上のものであることを、私たちは知っています。しかし、証人として、あなたの耳に聞かせてください。そして、それを笑わないでください。なぜなら、あなたのつがいであり、私たちのつがいが近づいている。からです。そして、 あなたは現物で報われるでしょう。3位以下なる場合においても、エチオピア世界啓蒙を政府から送信された命令を、意義、苦情、健康なしに実行すること、あなたに与えられた期限を厳守する意思があることを、あらゆる必要な手段で証明する必要があります。この手紙では、交渉の精神でギブ、ア、ド、 テイクを言うのではなく、無条件で命令を遂行してもらいたいことを伝えます。ご存知の通り、これは政府内においても、いかなる状況においても平等である場合にの、見起こります。しかし、私たちの見解では、そうではありません。私たちは神の御心に、従って神の民と世界を統治するよう神から託されています。 責任に基づいて、私が移り、どうしているのは、私たちが宣言していることを理解し、神の定めた法律に従うことが、その土地のすべての住民の義務だからです。従って、耳を傾けて従う意外に方法は、ありません。四理由についてのあなたの質問に答えるためには、あなた方全員が、 あなたの判断が、神の前で長い間検討され、上告なしの最終判決が下されて死刑に送られた場合、それか、ら長い年月が経過していることを理解する必要があります。控訴期間は過ぎています。彼にはみんなのための時間があります。神の言葉を思い出してみましょう。伝道者の書の第三章。 何事にも時があり、天の下では何事にも時がある。生まれるのにも時があり、死ぬにも、時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があ。り、癒すのに時がある。破壊するのに時があり、構築するのに時がある。泣く時もあれ。ば、笑う時もある。 泣くにも時があり、歌うにも時がある。石を投げるのに時があり、石を集めるのに時がある。十。従って、何事にも時があり、あなたにもこの神の律法において時間と機会がありま。した。闇の行があなたの仕事に続き、あなたはその中で生き、あなたの時は終わり、上。得られ、作られ。 あなたは永遠の住人であるかのように見えました。あなたは反逆と闇の行で何千年もの間全地球を支配しました。そして今、あなたの想像の時が到来しました。た、あなたの虹が割れ、あなたが根こそぎにされ、あなたが死に、そしてあなたが動物に変わる時が来ました。そして今日、 私たちはこの手紙で皆さんにお伝えしたいと思い、います。あなたのレースは終わりました。ごエチオピア世界啓蒙政府の実施を阻止、妨害、または行動する意図があるかどうかに関係なく、いかなる方法、方法、戦略であっても、秘密か公然と、あなたがそれを、実行しようと動くとき、 私たちは信頼する神に、何の前触れも警告もなく、協力活断。型とした行動を取るようお願いします。あなたの行動、あなたの舌、あなたのプロパガ。だと同じように、あなたがすべての創造物に対してあなたの言葉を広めるのと同時よ。うに、エチオピアの世界の啓発された政府とその奴隷について意見を述べるのと同時よ。 うに、もしあなたがそれについてあえて考えようとするなら、実行者も思想家も一層さ、れるでしょう邪悪な疫病によって去っていきます。これまでやってきたことは下のおだ。けで十分です。注意すべきことは、あなた方はみんな、神の正直な裁きの前で有罪とされた偽人であり当ち、ものであるということです。 6それだけではなく、神がエチオピアとその人々、エチオ、ピアらしさに対して、あなた方の先祖から確立された一致した信仰のせいで、あなた方、は今も強く激しい憎しみと悪なき復讐に基づいて破壊的な行動をとっているのです。あなたのこの全ての反逆を見た神は裁きを下されました。エチオピア主義、テワド神。 青、アラブグアで、同盟の象徴、黄色の旗、スネデクは全世界を征服した。注意してく。ラサイ。全世界とその宇宙が団結し、勝利した信仰に与えられました。もう一度断言し。ますが、あなたはエチオピアに与えられたのです。そしてこれは三位一体と聖母におい。 全世界を支配し支配する目にまみえる国とエチオピア王11ともに君臨する王たちはそれぞれの立場に応じて世界を率い統治することになったですからたとえあなたがこれを聞くのが難しくても受け入れがたいと思ってもたとえバカバカしいと思ってもたとえそれを神話から切り離さなくても これは真実。であり、これだけです。神のこの裁きと決定を妨げることができる地上の力も天の力も、ありません。創造主の決定は交渉の余地のない真実であることを知らなければなりません。うん。捕虜になったと言われるような状態にならず、抵抗するように注意してください。彼。 にははその拒否を支持する権利はない私たちのメッセージにあるように、あなたが反逆に基づいてひざまずくまで、あなたが心のカタさや賞賛に完全には耳を貸さないと、私たちは予想しているので、あらゆる種類の強力な相当と疫病によってあなたから行動が取られるでしょう。 私たちの地球の時代の歴史では見られませんでした。あなたには子孫が残されることも、彼らがあなたに苦い思いを残すこともありません。あなたの恩。命は決まった通りに決着します。7エチオピアの世界啓発政府は、三位一体と聖母から与えられた責任を果たすため、 そのすべての活動において神の意志を実現しています。そして、それは法的強制力があるため、個人、グループ、機関、コミュニティ、国、大陸としてあなたがそれをどのように受け取ったかを確認し、それを比較検討して、次のステップまたは命令とそのパフォーマンスをお知らせします。 八どのような方法であれ、方法であれ、トリックであれ、秘密裏であろうが公然で。あろうが、世界に啓発されたエチオピア政府がその支配と権力を確立する仕事をしてい。るときはいつでも、それを止め、妨害し、混乱させ、破壊する行動を取れば、それは次。のようなことになるだろう。私たちへの借りです。 それは行為に身を委ねることだ。あ。なたが個人として、グループとして、組織として、国として、または政府として行動し、た場合、その行為を言ったすべての人々とそれに協力した人々に対して、破壊的で血を流さない行動が取られます。この機会に皆さんに知っておいていただきたい重要なこと。十に。 は、私たちの政府や行政は暴力や暴力を容認しない、またそのような性格を持っていない、いということを保証したいということです。旧基本的に、アダムのすべての子孫にとって明らかであるべき私たちの最初の行動は、エチオピアの過渡期の暫定法を浸透させることによって破壊して植林することです。 あらゆる再生活動を根こそぎ根こそぎ植え付けるために、エチオピアは世界に光の王。国を植え付けることになっている。すべての活動が根抜きと植林であるため、解体と植林。活動が広範囲に行われます。従って、この破壊と植林の動きでは、すべての破壊的。な悪魔の植物が根こそぎにされ、破壊され、 完全に破壊され、新たな光の出来事として、新しく植えられます。これは世界中で起こるでしょう。十過去の歴史を引きずる国々に対して取るべき措置それは彼らの時代には見た子、とも聞いたこともないような破壊を引き起こすでしょう。ソドムとゴモラの破壊、ノア、の時代の破壊は、 現在の怒りに比べれば取るに足らないものとみなされるでしょう。11エチオピアの世界啓蒙政府について私たちに助言、命令、条件付けし、強く警告するこの手紙を受け取ったらすぐに、押し流され道に迷う前に、破壊に溺れる前に、責任を持って行動してください。 あなたがすぐに信じて絶滅から身を守る唯一のチャンスは、エチオピアの光の政府に手を差し伸べ、言われたことをやり、言われたことを実、行することです。銃に命令されたことを実行するために実際的な措置を講じ、迅速かつ真っ先に手を差し伸べる国々善を行う羊神のお心が求められるとき、 私たちがそれらを引き継ぐ。よ、命じられるとき、それは私たちの義務であり、私たちの義務です。責任。派遣。ものの仕事が完了すると、彼女は完全に平和になって戻ってきます。生き残った人々もえ、チオピアの復活に参加することになる。こちらも回復に向かいます。 勧告や命令を軽視するため、不従順を続ける国々は、神の怒りが終わりまで続くでし。よう。戻ろうとしても上り坂が待っています。利益は言うのが難しいでしょう。おそら。く人口は数千人、村一つが残るだけだろう。特にアメリカの政府と国民の皆さん、あ。13。 なた方は別名でバビロンを破壊しました。あなた方の取った行動は世界中のあなた方の、従順な政府に衝撃を与えるでしょう。同じ行為を言ってきた国、そして現在言っている国も、あなたが飲むのと同じ灰を飲むことになるでしょう。あたかもあなたが心で、灰、はい。で、両親で考えているかのように、一つとして、 一つの指導者として行動し、悪魔に関。善に従順であり、悪魔の従順な進化であるかのように、政府に対して行われるすべての、懲罰を考えているかのように、そして人は他人に対しても同じようにされるでしょう。あなたの運命の国についてお知らせしましょう。1。イギリスの政府と国民に、 フランスの政府と国民3。紙面の政府と国民4。イタ。リアの政府と国民5。バチカンとして知られるイタリア政府参加のカトリック教会アナ。他と同様の犯罪に対して、真実の道を団結させ、正し統制を破壊してください。すべての。人々を裁く道。 彼女に代価を支払った真実を完全に破壊することによって、彼女は他に、例を見ないほど失われるでしょう。そして、地球から出てきてアメーバのように枝を拾う、ゲタプロテスタントの信仰は、世界を完全に破壊するでしょう。6カナダの政府をよ。米国民7。スペインの政府及び国民8。ポルトガル。 ベルギー、アイルランド、デン。マーク、スウェーデン、日本、韓国、アルゼンチン、ブラジル、ドイツ、トルコ、サウ。ジアラビア、インドネシア、インド、イギリス、フィンランド、韓国、これらの国は関。壁であると考えられているため、あらゆる災害に追随します。彼らは配備されたときに、 生きていたので、あなたに対してどんな行動が起ころうとも、彼らのために行われるで。主王。13最後に、この書簡を受け取ったアメリカ政府と国民、そして国民の代表であると、主張する序文に記載されているすべての政府及び公共機関は、国民の声によく耳をなだれ、消てください。それは、 強力な災い、そしてあなたを滅ぼすために来た強力な災いが、あなたを滅ぼそうとしていることを知らせる手紙があなたの手に届くか、コピーがあなたの玄関やあなたの領土に届けられるまでのことです。さて、ここに手紙があります。そう、の後の責任はあなたのものになります。制限時間内に取り出し、 周囲の人のアドバイスに従っておろして持ち帰るだけです。そうでない場合、あるいはいつものように軽蔑や。14、長笑の目で見る場合、どちらも答えであるため、それを考えるための30日間の制限時、間が与えられています。この期間内に計算した答えをお知らせいただくことを強くおすすめ。 召します。この手紙が私たちの手を離れ、週内のあなたに届くまでの日数を数えることになります。この手紙が何らかの形であなたの州の誰かに届いた場合、日付が始まることに注意してください。期限を過ぎますと、回答や決定は受け付けられないことを再度お知らせいたします。 おそらくそのような機会があるなら、私たちは神の直接の命令に、よってそれを受け取るでしょう。メッセージから、前の手紙、手紙1、手紙3、手紙5、手紙8、手紙9、手紙10で説明した通りにアクションが行われることがわかります。す。18年間にわたって伝えられてきたメッセージから、 彼らはあなたを見つめ、体重を測ってきたので、あなたの言葉はあなたの存在によって実現します。それぞれのメッセージ。で伝えられてきた言葉、神の言葉八霊部構成の聖書の主な言葉を理解するのに問題がな。異様に、メッセージ1からその番号を引用します。メッセージは、見ればわかります。 最初のメッセージより引用彼の申請について預言者イザヤ書、12分の4019。あなたが頼る者はどのようにして滅びるのか預言者イザヤ書、12分の4715。あなたの父悪魔の願望預言者イザヤ書、12分の1414 14これは、あなたが信頼するわる。魔に対してあなたがしたこと、そして悪魔があなたにしようと決めたことです。 預言者。イザヤ書、22の14から23章、アメリカとイギリスとその友人たちの破滅が発表され、目視録ヨハネの章、22の18から4章アメリカとイギリスに協力する者たちへの警告と、それに対して取られる行動彼らが信頼するアメリカ・目視録ヨハネの章、18分の4。 あなたの反逆に対する24肉を切るものすべてに与えられた答え予言者イザヤ書。66分の1516書簡2、書簡3、書簡5、書簡8、書簡より9、手紙10、そして18年間は、なたに伝えられた判決と失跡、悔い改めへの呼びかけ、最後の警告、あなたが残したも、 のはすべてそこにあるので、それを見るかどうかはあなた次第です。はっきりさせて。置いてください。この手紙は警告ではありません。この手紙は条件です。もしあなた。がそれを守らないなら、期限が与えられ、あなたの決断が下されます。1514この手紙に記載されている内容はすべて、 あなたとの直接コミュニケーションが取り、れなかったことによるものであり、この手紙と一緒に送られた手紙の内容はあなたに席連しており、あなたはその内容によって判断されることをお知らせしたいと思います。あなたが遵守し、条件に含まれている手紙、アダムのすべての子孫への注意。 この番号がついたエチオピア世界啓蒙政府からの手紙が個人の手に渡った場合、それが、個人の手に渡ったとしても、当時のマスコミやテレビを通じてソーシャルメディアに送り、られたとしても、また、別の意味で、どの国で書かれていても、適用されない国はない。ので、どの国に上陸しても、 受け取った国で同じ内容が完全に適用されます。条件を満。達していない国が期限を過ぎているのであれば、実施しない理由はない。それは私に起き。凝ったことではなく、私に起こったという事実から逃れることはできません。全世界が、悪魔の命令に従っているので、 この手紙のせいで行動を起こさない国は地球上に一つも、ありません。ソーシャルメディアのサービスを受けていない人はほとんどいないでしょう。うが、アダムの人々全員がそうではないでしょう。したがって、到着したとみなします。彼は言うことを聞かないとは言いません。私のことを見ません。むしろ、どの政府や、 国民にとっても耳を傾けた方が良いと私たちは言います。従って、私たちが穴、他に伝えているこの手紙がエチオピア国家を出て、エチオピアの国境を越え、全世界に、届いてから30日を何度も数え始めます。私たちからのこれらの手紙には、特に狩猟国に、対して異なる評価基準が含まれているため、 手紙の内容のほとんどは似ていますが、あ、る手紙で明らかになったことが別の手紙では明らかにされない箇所もあります。彼らは、あらゆる国家をその行動と信念に基づいて評価し、裁きの執行期限を厳守する者たち、です。1日の終わりの後、いつでも、何時でも、何日でも、神が御心と命令を下すとき、 誰も、知らない日に、全世界は大疫病と火災によって完全に破壊されます。エチオピアが膝。まずいて祈り、完全に降伏し、受け入れられるのは、世界の啓発された政府を認めて10、受け入れるときだけです。他に方法はありません。何かある場合は、それはあなたの選択。16、です。 あなたが選んだものに従ってください。私たちにアプローチしたいという愛で、あがある場合は、世界中のエチオピアン、ワールド、ライト、ファミリーのメンバーに、連絡してください。それは期限前にのみ行われます。私たちの親切で誠実な裁判官である神、アブラハムの三位一体、そして私たちの最も性。 なる、諸女の母に、それらを絶え間なく流れるようにしてください。アーメン。敬具、敬意を表して。三位一体と聖母の僕と奴隷。聖三位一体の聖地。エチオピア。